ゆきさん、おはよう。今日も仕事しますよ。今日あったかい。いいね。今日も枕はティッシュなんですね。この枕コスパよくね。この枕コスパいい。天気めちゃめちゃいいな。いいね。太陽をちょきちょきやることによって自分のこの腕慣らしプラスセロトニンっていうのが分泌されるんですけど、これが僕の一日の始まりですね。なるほど。あ、真っ白、視界が。毎朝朝一で髪の毛切るんですね、ご自身で。まあ、皆さん分かんないと思いますけど、気になるんですよね。 0.01 ミリでも。 0.23 ミリって例えたらどんぐらいですか？パスタのカス。パスタのカス、人によりませんか、それ。私はリスナーさんに喜ばれ愛される人間になります。おはようござい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 ます。こんにちは。これ朝一にやるんですか？そうですね、これをやるとモードが入るっていうような意味です。はぁ、気持ちいい。どれぐらい気持ちいいですか？いっぱい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 よ。おっぱいって言おうとしましたね。言ってます。海水の歯磨きってどうなんですか？歯磨き粉ってなんか爽快感みたいなのが先に来るんですけど、海水の塩分とマッチして美味しい歯磨き粉になるんですよ。何してるんですか？これ今パックですね。やったことないですか？いや、ないですね。情弱ですね。どうせ買ってるんでしょう、金払って。これの効果を教えてほしいです。むしろまずこれを海水に浸したのには理由があって、肌の一番いい状態って弱酸性なんですよ。海って弱アルカリ性なんですね。で、朝皮脂の分泌によって酸性に傾いてるのを弱アルカリ性の海水によってこう弱酸性に戻すっていう作業です。アロエパックとかあるでしょ、それと同じ要領ですよ。ほら、もうジン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 染み込んでるから。あーだー、これ2回使えるんで、明日もこちら2つ使っていきたいと思うので。ダメですよ、無駄遣いしちゃう。ごめん、ちょっと1回トイレ行ってくるわ。あ、オッケー。元理容師として日本一である渋谷さん、今はね、全国を回りながらいろんな人を大変身させてますけれども、すぐには旅には出ないんですね。やっぱ全ては準備ですよ。その準備で9割は9割と思っています。朝の準備の時間がモデル探しとか本番のカットするパフォーマンスとか、もう全てに影響してしまいますので、
ここはどこですか、渋谷さん。いや正直僕毎日飲んでるし誰にも教えたくないんですけどね。知ってる人ほとんどいないんだろうな。セブンイレブンってとこなんですけど。いつも通り美味しいです。あそこにスターバックスのおしゃれな店あるんですけど意味あります？スターバックス、なんでスタバでマック叩くんですか？敵作りますよ。またスターバックスに行かれる方っていうのはコーヒー買ってるわけじゃないんですよ。雰囲気です。これ買う人は何買ってるんですか？時間です。今入ってどんぐらい出てきたと思いますか？30秒ぐらいでしたね。その30秒があったら海を眺めてぼーっとできるんですよ。今日の一日リフレッシュできるでしょう。ありがとう。今日カメラ回してこういうことですよ。30秒がなかった。これ電波30秒が はい、どうもジャクリスです。シムです。お願いします。はい、ということで